陳渡る党は中華民国の軍人。国民政府に属し、民国時代に関東省を統治した西南派の一員である。中国国民党内の小解析と厚生派の対立を利用して地方を確立し、西南軍事委員会委員長、国民党中央執行委員などを歴任した。1931年に関東政権を樹立し、 日中戦争勃発直前まで、蒋介石と対立していた。国境の対立では一貫して、反響の立場を取った。字は、白南。農民の家庭に生まれる。1907年、関東陸軍小学に入学した。1908年春、教官の投稿の紹介で、中国同盟会に加入した。1912年、 関東陸軍軍艦学校に入学し、翌年に卒業した。1915年12月からの五国戦争以降、関東軍において、軍歴を重ねる。1923年、劉新艦率いる天滑羅軍の第二度々長に、昇進した。同年7月、李渡る信が、西へ前後、ただし弁となると、陳渡る党はただし弁公所参謀長を兼任し、 中国国民党に味方する新滑羅系、李宗仁らを支援した。1925年7月、広州に国民政府が成立すると、陳渡る党は第11市市長に昇進する。1926年には、近連警備司令を兼任する。北伐寺には公報を固めるなど、関東省と海南島の平定に尽力した。また、陳は、 反響姿勢が強く、1927年に一時ソ連に、視察に赴いたものの、帰国後は、紹介石に対して、より強固に、反響政策の推進を進言した。1928年の海、陸方ソビエト地区攻撃にも、積極的に参加した。その後も、チンワタル島は、紹介石を支持して、戦歴を重ねた。1929年3月、 陳の上司にあたるリバタルが省との対立の末に、南京下に置かれると、陳はこれを機に、省に、さらに接近する。陳は、内逆軍第八祖地軍総司令に任命されて、関東の軍権を掌握した。1930年の中原大戦でも、理想人らの後世軍の背後をついて、将軍の勝利に貢献した。広州の市民の住宅問題を解決する。 平民軍は1931年の終わりに完成した。しかし、蒋介石は直径ではない鎮積等に警戒感を解かなかった。しかも、中原大戦後は軍縮を求めてきたため、鎮は反感を抱くようになる。1931年、国民党元老の古官民が省と対立して、南京下に置かれると、鎮は、 反省派の政治家たちに協力して、ついに反省の騎士を掲げる。同年5月には、反省派が杭州に結集して、非常会議を開催し、南京とは別個の国民政府を樹立した。ただし、間もなく、満州事変が発生したために、南京と杭州は、決定的な対決を回避するようになる。陳渡る党の関東支配は、1929年から7年に、 及んだ。この間に、ンが行った、様々な産業、インフラ、交通の整備、拡充などの政策については、評価が高く、関東に安定と発展をもたらした。教育面では、孔子崇拝を強化し、c 八徳を幅広く宣伝した。その一方で、ンは、先生術や、風水も信じ、人事や財務にまで影響を及ぼすという事態も、招いている。 関東を反独立状態とする、陳渡る党に対し、蒋介石はしばらくは、融和姿勢を取った。このため、陳は、中国共産党討伐に協力している。1933年の復権事変でも、陳は省を支持して、復権人民政府を討伐し、これを崩壊させた。しかし、1936年5月、陳渡る党は、 理想人らと連合して案内を場外に優先させる小介席に対し場外イコール高日を優先すべきと主張して挙兵した。これは理想人とともに良好に軍事委員会を作り自ら委員長となったものである。一方の省は切り崩し工作を開始し予感測りごと理感魂といった陳配下の有力軍人を次々と基準させた。 政略で劣勢に立たされた陳は、同年7月に敗北して、香港へ逃亡し、さらに欧州へ視察に赴いた。こうして、陳による、関東に支配は終焉したのである。陳渡る党その後、陳渡る党は、小海石と和解して、1937年9月に帰国した。国境内戦終盤に、海南島を守備し、 中国人民解放軍への抵抗を目論んだ。しかし、1950年4月、最終的に敗北し、台湾に逃亡した。以後、相当不姿勢、戦略顧問を務めている。1954年11月3日、台北で病没した。去年65。ありがとうございます。